はい、こんにちは、たけチャンネルです。今回はですね、イタレリの12分の1ランチャーデルタインテグラーレ、HF インテグラ、じゃあランチャーデルタ HF インテグラーレ 16V の制作やっていこうと思います。はい、で、前回の動画で一応、コックピット側ですね、シートつけたりロールバーつけたり、その辺の作業をやりましたんで、今回は説明書の順番通り、リアのサスペンション周りですねの作業をやっていこうと思いますので、よろしければ最後までご覧ください。というわけでやっていきましょう。はい、というわけで、今回リアサスペンション周りの組み立てっていうことなので、パーツ類を全部切り出してきました。デフ周りとリアのサスペンション、サスペンションアームとサスペンションのショックですね、ショックのパーツ、あとブレーキですね、リアのブレーキ、その辺のパーツを全部切り出してきましたんで、これを全部塗装していきます。はい、塗装してきたら、これを全部シャーシの方に組み付けていくっていう形になりますんで、早速やっていきましょう。はい、そしたら塗装を全部やってきました。で、一応下回りに関しては下回りに関してはちょっとね、色の資料がね、うまいいいやつが見当たらなかったんで、一応まあ基本的には説明書通りっていう形にしてあります。ただまあちょっと前々から言ってるように、結構この説明書の色指定がね、ざっくりっていうのもあるんで、ここはちょっとこうだった方がいいだろうなっていう部分は少し色をアレンジしたりとかはしてるんですけども、まあまあ基本的には塗装指示通りっていう感じでやってます。なのでこれを全部フロアに取り付けていきましょう。さあね、順番にやっていきましょう。で、まずはこのデフ、リアデフですね、リアデフに、ドライブシャフトのフランジを取り付けしていきます。で、ここもね、下手に接着するとデフケースにね、このフランジがくっついて動かなくなってしまうので、慎重にね接着する。で、ここちょっとね、結構硬い、きついんですよね。きついからしっかりね、奥まで押し込んであげる、差し込んであげる。で、これ説明書だとここは、メタルフラットスチールって書いてあるんですけど、ここはね、プレートが、金属のプレートがついてるはずなんで、シルバーで塗り分けしてあります。まあ、ほぼ見えなくなるんですけどね、ほぼ見えなくなるんですけども、なんとなくそんな感じにしてあげて、で、このゴムのブーツを取り付けてあります。で、この外側にこのドライブシャフトのパーツですね、ドライブシャフトのパーツを取り付けてあげたら、これをこのデフキャリアに取り付けしてあげる。で、これデフキャリアはこういう形なんですよね。こういう形でこの中にデフが入るんですけど、ここに2つね、ステーが出てて、これが邪魔で入らないんで、先に片方をはめてあげて、で、この状態で接着してあげて、で、こっち側を取り付ける。で、接着と。これちょっとデフキャリアのね、この取り付け面側の方は取り付けちゃうともう一切見えなくなるんで、もうがっつりね接着しちゃいましょう。よいしょ。こんな感じでズレがないようにしっかりと接着してあげたら、これをシャーシに取り付けていくと。で、ちょっと気づいちゃうんで、布を引いといて、この裏側のここですねに取り付け、で、あとこのプロペラシャフトの後ろにも接続する形になるので、とりあえず位置を合わせながら差し込んであげます。してこう、あ、ターン、ちょっとエッチングパーツ、こう引っかかって取れちゃったやんか。
取り付け直そう。ここのエッチングパーツが布に引っかかって取れちゃったで、接着接着。このデフキャリアの部分はこっからここにサスペンションをつけていく形になるんで、しっかりとね固定してあげる。こういう感じ、こういう感じでデフキャリアを固定してあげたら、次ここに、サスペンションを取り付けていきます。でサスペンションのブラケットと、こんな感じのパーツを出してきて、でこういう形で入れてあげる。これがロアームというか、テンションロードというかトーションビームかな、こういう感じで、こっちにこういう感じにつくんで、この後ろ側をさっきのデフマウントのところに刺してあげる。でこの時にこの後ろね、ローアームがね似たようなのがあるんで間違いやすいんですけど、どれ、これこれか、よいしょ。したらこのロアームをここに通して、でここに差し込む。でこっち側のサスペンションマウントをここにセットして接着と。で本当はね、本当はここの端っこのところを焼き止めっていう指示になってるんですよ。マイナスドライバーを炙ってギュッて溶かして接着するっていう指示になってるんですけど、まあちょっとね僕焼き止め慣れてないっていうのもあって、うまくいった試しがないんですよね。なんでここはもう普通に接着してしまいます。まあ接着で十分だと思います。はい、なんで接着してあげる。でここを固定してあげます。こんな感じ。こっちの反対側も一緒、反対側も同じで、このアームの向きだけね間違えないように気をつけてつけてあげましょう。こうして、これで、でこうと。なんでこの足回りが稼働するんでね、稼働するように作るんであれば、いろいろちょっと気をつけながらねつけていかないと後々困るところが出てきちゃうんで、ね、つけていきましょう、やっていきましょう。で次にこの後ろ側のロアームですねをつけてあげるんで、これを出してきて、でこのね後ろ側のロアームに関してはこの穴のサイズ、このロアームの穴のサイズが内側と外側で違うんで、内側にこの穴が小さい方を持ってくる。ここを差し込んであげて、でこの間にねロアームを入れて、でネジで固定してあげる。でここで使うネジはネジ14番のネジですね。こんなネジを使って固定。
まあ、ここはネジである必要があったのかなっていう気はちょっとしないでもないんですけど、ネジで入れ止めてあげて、で締めすぎると動きが悪くなるんで、動きが悪く、ここがスルスル動く程度に調整してあげる。結構ね、細かいっすよね。まあ、それが面白いんですけど。で、ここを入れてあげたら、ここを接着して止めてあげます。ちょっとね、ここら辺ね、考えなしにサキ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 つけていってしまうと、ちょっとパーツの位置がねずれてしまったりとか、そういうのが考えられたんでね、ちょっと慎重気味にやってます。で締め具合調整してあげて、これ OK かな、うん、こっちがやらゆるゆるやな。ここで合ってんのかな。当てるか、大丈夫かこれなんか微妙に隙間がね。でこっちも接着しておこう。あんまり大量につけすぎちゃうといらんとこに流れていってしまうので、そこそこにねしておいて、で固定してあげる。で、ここまでできたら、この上にこのトラスのパーツを乗せてあげて、ここを接着して固定します。はい、こんな感じ。ちょっとね、色味的にね、味気がないんですよね、この車。説明書の塗装指示通りで作ると。なんでね、ちょっと色味が欲しいっていう方はちょっとアレンジしたりとかしてもいいかなと思います。うん、まあちょっとこの辺明るいシルバーをところどころに使ったりとかね、してもいいのかなと思うし、最近というか、これよりももうちょっと後の年代のラリーカーとかだとね、左右のサスペンションで色、足回りの色が変わったり違ってたりとかするんで、そういうのはもう取り入れてあげてもいいのかなっていう気もしないでもない。はい、そしたら、一旦これちょっと避けといて、こっちに避けといて、次にサスペンションですね、リアのサスペンションを組み立ててあげます。でまず使う部品はこんな感じ、インナーのロッドですね、サスペンションロッドとサスペンションのアウターチューブ、これはねこう挟み込む形になります。であとスプリングっていう感じですね。でこのスプリングはもともと黒いスプリングが入ってたんですけど、青に塗装しろっていう、指示があったんで、ブルーで塗装してあります。ガイアのマルチプライマーを塗って、でその上から塗装、ラッカー塗装したって感じですね。あったあったあったで、本当はここ合わせ目消ししたいところなんですけど、このアウターチューブね、合わせ目消ししたいところなんですけど、この組み立ての手順的にこうでしか組み立てれないんですよ。こういう形でしか組み立てができないので、ちょっとね合わせ目消しは諦めました。こういう感じ、この中のインナーのチューブが先っぽが返しになってるんですよね。その返しになってる部分が結構タイトで、そこの返しがギリギリ入るぐらいこの口のところを緩くしちゃうと、まあちょっとここがすっぽ抜けてしまったりとか、あとまあせっかく合わせ目消ししても割れてしまったりとかっていうことになっちゃうと思うんで、ここの合わせ目消しはもう諦めました。こういう感じにします。はい。で接着してあげたら、これでねスプリングが
引いてちゃんとサスペンションが稼働するっていう形になります。で次にここに、ブレーキ類とかをつけていくので、まずこのハブのパーツで、ここねちょっと僕塗装したからっていうのもあってね、ちょっときついんだよな。ちょっとねここの環合がきついんで、ちょっとだけ軽く削ってあげようかな。塗装ここの塗装を剥がしといてあげた方がいいかもしれない。まあ、そんなにねあのブン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 ねブンドドするわけではないんですけど、タイヤ回した時にねあんまり引っかかりがきついと逆にこうパーツが破損したりとかねっていうことも起きるんで、こうやってねスムーズに回るようにしといてあげて、でここにどっちがどっち、こっちか、ここにブレーキディスクを取り付け、ブレーキディスクを取り付けて、ブレーキディスクはここで接着ですね。でブレーキディスクとこのハブを接着してあげる、こういう形、これでねくるくる回ります。で、ここにブレーキキャリパーを取り付ける、こういう形でパッとブレーキキャリパーを取り付けてあげます。こういう形、これでサスペンションに、ブレーキの取り付けができました。これをね、反対側でもう一個同じこと作ります。はい、そしたら、サスペンションする方法ともできたんで取り付けていきます。ちょっとこっちも練習でねもうつけちゃったんですけども、これ取り付けていきます。でつく場所がここなのでここにセットするんですけど、ここねストラットアッパーがここに刺さるんで、さっきちょっとここ接着剤つけといて、でよいしょ、アーム類を避けてあげてにセット、でドライブシャフトをつないであげると、こういう形で入れてあげたら、まずここのロアームですね、ロアームを位置を合わせて後ろから長いビスを使って貫通してあげて、で前側にこのちっちゃいナット、これちっちゃいんでねなくさないように気をつけながらねやらないとダメなんですけど、ちっちゃいナットを入れてあげて、ここで固定するんだけどやりにくい、よし、でここもね動きが悪くならない程度に締めてあげて、こういう感じで、このローアームでねこの左右方向の動きを制限するっていう形で、次こっちの前から来てるビスを出してあげて、アームを出してあげて、ここにもこの太くて短いネジをセットしてあげる。でこのハブアップライトの一番下のところにネジで固定。でね、全部の締め具合を調整して足回りがスムーズに動くようにね、スムーズに動くかつガタがないように調整したり、こういう形、これでねストロークさせてあげて、ちゃんとサスペンションがスムーズに動いてるかどうかを確認してあげましょう。これで OK、念のためもうちょっとだけ接着剤流しましょうか、よし、おい、こんな感じ。そしたらあとは、ちょっとしたパーツですけど、このリアのスタビライザーを取り付け、ここにセット、これ説明書だとねこれマフラーの下にスタビライザーを通すみたいな感じの書き方になってるんですけど、これはね、マフラーの上に
あ、まあ今これ天地裏返してるから上なんですけど、ちょっと待ってよ、バリがあった。マフラーの今この状態で見た状態でマフラーの上にロールバー、アンチロールバー、スタビライザーが来るようにして、で接着と。でこのスタビライザーもね、あの赤で塗れっていう指定しかなかったんですけど、それだとちょっと物足りないから、このステンの部分はシルバーで塗り分けしてあります。こんな感じにしてあげたら、次にこのスタビリンクをつけるんですけど、これがちょっとね独特な形状なんですよね。このスタビライザーのバー、この先っぽにこのスタビリンクをパチッとはめる。パチッとはめて、でこの端っこをこのアップライトにパチッとはめる。パチッとはめたよ。でこっち側をこのスタビライザーに差し込む。こういう形、こういう形でくっつきます。ちょっと独特ですよね。レースカーはね結構こういう形が多いんですよ。ここでスタビライザーのね機器の調整ができるっていうので、こういう構造のスタビライザー多いですけど、こんな形でくっつきます。で反対側も同じようにつけてあげます。よいしょ。はい、こういう形、こういう形で取り付けしてあげます。本当はここね、あの実車の場合だとこうガチガチに固定されてるんですけど、固定しちゃうとね足回り動かなくなっちゃうんで、もうここはね、固定せずにあのパチンってはまるようになってるんで、このまんまにしておきます。こういう感じ。本当だったら、こっから、このスタビライザーのバーをねじってストロークすると、これをねじって、左右のロールを抑制するっていう形なんですけど、ここはもうフリーにしておきます。こんな感じ。そしたらこれで、リアのサスペンション周りの組み立てが完成になります。こんな感じね。はい、そしたら、今回の作業はこれで一旦終了にしてあげて、で次の作業では、この前ですね、フロントのサスペンションを組む前に先にエンジンを積むっていう指示になってるんで、前に組んだエンジンをここに積むっていう作業を次の作業ではやっていこうと思います。はい、なんでまあエンジン積んでエンジン周りの補給類とかですね、その辺も組み立ててっていう形でやっていきますんで、また来週も見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。